手なし娘は、グリム童話に収録されていた童話の一編。貧乏な粉屋が、滝木拾いに行って、ひどい年寄りと行き合った。年寄りは、お前の水車小屋の裏に立っているものをくれるなら、莫大な金をやろうと言った。粉屋はてっきり水車小屋の裏に生えている、大きなリンゴの木のことだと思ったので承知したが、本当は水車小屋の裏で庭を生えていた彼の娘のことだった。 年寄りは悪魔だったのだ。さて、約束の日になって悪魔が娘を迎えに来たが、清らかで信心深い娘は身を清めて周囲に白木で線を描いたので、悪魔は近寄ることもできなかった。それで、粉屋に娘に水を使わせるな、体を清めさせるなと命じた。そしてまた迎えに来たが、娘の涙が清らかだったので、それに触れた手が美しく、また近寄れなかった。 悪魔は、粉屋に、娘の手を切ってしまえ、さもなければ、お前をさらっていくと命じた。粉屋は、悪魔が恐ろしくて、娘の両手を切ってしまった。しかし泣き抜いた娘の涙が傷口を清め、またしても悪魔は、近寄れず、退散した。粉屋は娘に言った。お前のおかげで、どっさりお宝が手に入ったよ。一生大事にしてあげるよけれども、娘は後悔した。 私はここにいるわけにはいきません。どこかへ行ってしまいたい。情け深いお人が私の必要なだけのものは恵んでくださるでしょう。そして、切り落とされた両腕を背中に縛り付けて、日の出と一緒に旅立った。一いた中歩き続けて、夜になり、王様の庭へ来た。月の光で見ると、庭には、見事波が鈴なりになった木があった。けれども、周りに、 水があって、中へは入れなかった。娘はついたち中歩き続けて一口も食べて、いなかったので、空腹でたまらずに思った。ああ、中へ入って、あの果物が食べたいな。さもないときっと死んでしまうそこで、膝をついて神様の御名を唱えて、お祈りをした。すると、どこからともなく天使たちが現れて、水門を閉めたので、堀が干上がって歩いて渡れるようになった。 娘が庭へ入ると、天使たちも一緒に入った。果物のなっている木を見ると、見事な梨だった。その数は数えられ記録されていたけれど、あまりお腹が空いているものだから、木から直接かじって一つだけ食べてしまった。庭番は見ていたけれど、何しろ天使がついているものだから、怖くて何も言えなかった。娘は梨を食べてしまうと藪の中へ隠れた。 朝になって、庭の持ち主の王様が庭へ出て、梨を数えてみて一つ足りないのに気がついた。梨は、どこへ行ったのか。木の下にも見えないが、どうやらなくなっているようだ庭番に聞くと、庭番は答えた。昨夜幽霊が入って参りました。その幽霊には両手がなくて、口で一つかじって食べてしまいました。その幽霊は、どうやって堀を渡ったのだ。それに、梨を食べて、 どこへ行ってしまったのだ。雪のように白い衣を着た人が天から降りてきて、水門を閉めて堀を干上がらせたのです。あれは確かに天使でございますから、手前は恐ろしくて、めもいたさず、人も呼べなかったのでございます。幽霊は梨を食べてしまいますと、また戻って行ってしまいました王様は言った。お前の言う通りなら、今夜は一緒に晩をしよう。暗くなると王様は庭にやってきた。 幽霊と話をするために、坊さんを一人連れてきた。三人とも木の下に腰を下ろして、気をつけていた。真夜中に、娘が、やぶから這い出してきて、木のところへ行って、また口でもいでなしを一つ食べた。娘の側には白い着物を着た天使がいた。その時、坊さんが出て行って行った。そなたは、神のとから来たものか、それともこの世のものか。幽霊か、 それとも人間なのか、私は幽霊ではありません。神様以外には誰からも見捨てられた哀れな人間でございます王様が言った。たとえお前がこの世の一切のものから見捨てられていても、私は見捨てはしない王様は娘を一緒にお城へ連れて行った。そしてこの娘がとても美しくて信心深いものだから、心底からこの娘を愛しく思い、銀の手を作らせて与え。 奥方になさった。それから一年経った。王様は戦に行かなければならなかったので、母上に若い日のことを任せて行った。日が赤ん坊を産みましたら、どうか大事に育ててやってください。そうして、すぐに手紙で知らせてくださいやがてお日は可愛らしい男の子を産んだ。そこで年老いたお母さんは、急いで手紙を書いて、王様に知らせてやった。ところが、使いの者が、 途中、川の岸で一休みしているうちに、長い道中で疲れていたものだから、眠り込んでしまった。そこへ、日頃から、信心深いお日を何とかして困らせてやろうと思っていた悪魔がやってきて、手紙を別のと取り替えてしまった。それには、お日が醜いや赤ん坊を産んだと書いてあった。王様はこの手紙を見ると、驚いて、大層悲しく思ったけれども、お母さんに、 自分が帰るまでお日を大事に世話してやってくださいと返事を書いた。使いの者はこの手紙を持って帰ったけれども同じ場所で一休みしてまた眠り込んでしまった。そこへまた悪魔がやってきて別の手紙を使いの者のポケットに入れた。その手紙には火を子供と一緒に殺してしまうように書いてあった。年老いたお母さんはその手紙を受け取るとびっくりして、どうも。 本当とは思えないので、王様へもう一度手紙を書いた。しかし、悪魔が、いつも偽の手紙とすり替えるものだから、同じ返事しか来なかった。その上、最後の手紙には、証拠に、火の下と目玉を取っておいてくださいと書いてあった。年老いたお母さんは泣いて、夜の間に明治家を連れてきさせて、その下と目玉を切り取ってしまっておいた。それから、火に向かって行った。 いくら王様の言いつけでも、お前を殺させるわけにはいきません。お前はここにいない方がいい。子供と一緒に遠いところへ行って、もう二度と帰ってくるんじゃありませんよ。かわいそうな日は目を泣き晴らして、赤ん坊をぶって出て行った。日は大きな森へ来た。ひざまずいて神様にお祈りすると、天使が現れて、日たちを小さな家へ連れて行った。その小屋には、誰でも自由に住んでよいと書いた。 小さな札がかかっていた。その小さな家から、真っ白な若い女の人が出てきて、いらっしゃいまし、お日様と言って、奥へ案内して行った。家へ入ると、女の人は赤ん坊を、火の背中から下ろして、火の粒さえあてがって父を飲ませた。それから、すっかり支度のできている綺麗なベッドに寝かせた。女は言った。あたしは、天使です。あなたとお子さんのお世話をするように、 神様から使わされたものです。こんなわけで、この家に七年間住んで、親切に面倒を見てもらった。おまけに、新人のおかげで、切り取られた手は、元の通りになった。王様は、やっとのことで戦場から家に帰ってきた。何より先に、奥方と子供に会いたがった。すると年老いたお母さんは泣き出していった。罪もない二人の命を取れなどと書いてよこすなんて、お前は、 なんという悪人でしょう。そうして、悪魔の仕組んだ二通の手紙を見せて、お前の言いつけ通りしましたよと証拠の下と目玉を見せた。それを見ると、王様は、かわいそうな奥方と子供のことを思って、お母さんにもまして泣き出したので、年老いたお母さんはかわいそうになっていった。安心をし、まだ生きてますよ。殺したのは、本当は、目近なのです。お前の日は、 子供を背中へ湯あいつけて、遠いところへやりました。お前がひどく腹を立てているようだったから、二度と帰って、来ないように固く約束させてねこれを聞くと、王様は言った。早空の続く限り探しに行って、それまでに命を落とすか飢え死にするかせぬ限り、妻と子供を探し当てるまでは飲み食いもいたしません。それから王様は、七年という間、あちらこちら回り歩いて、切り立ったがけや。 岩穴まで残らず探し回った。けれども、二人は見つからないので、二人とも死んでしまったのかと思った。この間中ずっとのまず食わずだったが、神様は王様を生きながらいさせてくださった。おしまいに、ある大きな森へ入ると、森の中に小さな小屋があった。その小屋には、誰でも自由に住んでよいと書いた寄付だがかかっていた。中から白い若い女が出てきて、 王様の手を取って奥へ導き、聞いた。いらっしゃい。どこから追い出ましたか。かれこれ7年の間、妻と子供を探しているのですが、まだ見つからないのです。天使は王様に食べ物や飲み物を勧めたけれども、王様はそれに手もつけず、ほんの少しの間、休みたいと言った。寝ようとして、横になって、自分の顔へハンカチをかけた。天使はお人子供のいる部屋へ行って言った。 お子様を連れていらっしゃい。ご主人がいらっしゃいましたよ王様が横になっている。ところへ行くと顔からハンカチが落ちた。火が行った。悲しみの子やお父さんのハンカチを拾って元通り顔へかけて差し上げなさい子供がハンカチを拾って元のように顔にかけてやった。王様はうっとうっとしながらそれを聞いてもう一度わざとハンカチを落とした。男の子はイライラして言った。 ねえ、お母さん、お父さんの顔にかけてってどういうことなのお父様はこの世にいないんでしょう。天にまします我らの父よ、って、お祈りを習いました。お父様は、天の神様なんだよっておっしゃいましたよ。こんな怖い人なんか見たこともない。この人は、お父様じゃない王様はこれを聞くと、起き上がってあなたはどなたですかと尋ねた。私は、あなたの妻です。これは、 あなたの息子の悲しみの子です。私の妻は銀の手をしていました。お恵み深い神様が元通りの手をまた生やしてくださったのです。天使が部屋から銀の手を持ってきて王様に見せた。それでやっと確信が持てたので王様は二人にキスをして喜んだ。重い石が私の胸から落ちたこの様子を見て天使が再びご馳走を出した。 それからみんなは年老いたお母さんの待つ家へ帰っていった。国中が歓喜し、王様とお日はもう一度婚礼をして、年取って死ぬまで二人ともなん不足なく暮らした。日本民話にも似た話が伝わっている。グリム童話が悪魔との契約なのに対し、日本では軽視いじめたんになっている。ある家の娘が長者の家にとつぐことになった。だが、 娘のママ母は実子を嫁がせたいあまり、夫に、ママ子が調子に乗って、裸で踊るなどはしたない真似をしたと偽り、殺させようとする。父は、峠道で娘に切りつけ、娘は両腕を切り落とされ、谷底へ落ちる。どうにか生きていた娘はさまよううちに嫁ぐ予定だった。家にたどり着き、嫁として迎えられる。そして、夫が用事で出かけている間に幸運だ。 それを知らせる手紙を持った使いの者は途中で嫁の実家による。手紙を盗み読んだママ母は殺したはずのママ子が幸せに暮らしていることを妬み、玉のように可愛い子を産んだという手紙を鬼のように醜い子を産んだとすり替えた。夫は鬼のような子でも可愛がって育てると返事を書くが、これまたママ母が嫁も子も追い出してしまえとすり替える。 家の者は疑問を感じながらも、嫁と子を追い出してしまった。嫁は子を背負って歩くうち、喉が渇いて、川の水を飲もうとしたら子が、背中から川に落ちてしまう。なんとか助けようとあがくうち、突如両手が生えて子をすくい上げることができた。見ると、近くの地蔵から手がなくなっており、地蔵が手をくれたと察した嫁はその近くで茶店を立てて、暮らす。しばらくして、 探しに来た夫と再会することができた。ありがとうございます。